ネルがエモンのコメントとかドジに嫌われてるのをしっかり考えろって俺らに言ったんだけど、それどう思う？え、みんなはどう思うの？みんなはどう思うの？知らねえよな。え、なんかさ、俺思うんだけど、これなんか俺以外の全員の名前あるしにもう宣戦布告みたいになっちゃうんだけど、結局、なんていうのかな、実力のないやつが環境のせいにするんだよ。別に、だってさ、最強の話しちゃうと俺がもっと人気になってコメントどんだけ荒れてようが、何してようが、で、変な話テレビ出ちゃいますってなっちゃったら、コメントしようがねえじゃん。で、2ちゃんが荒れて、はいはいどうぞって感じじゃん。いや、これもう切り抜き上げといて、なんかね、なんていうのかな、もうそういう発想マジでやめた方がいいと思うな。別にそんな、俺がいいよって言ってんだから別によくねって。しかも、それぐらいインパクトがなきゃ生き残っていけないって。なんか、お前らその、なんていうのかな。コメントも綺麗で、自分も好かれて、誰にも迷惑かけずに、なおかつ有名になろう。もうそれは自分が傷つけ、はいはい、あなたが傷つきたくないんですねって思っちゃう。俺別に自分がどんな気づいてもいいから生き残りたいから、はっきり言って、プラスしかないよ。こんなこと言うとお前ら調子乗るから言いたくねえけど、なんだあいつめんどくせえ、あいつやめとめんどくせえぞって強烈なインパクトだから。で、そんな気持ちで、なんかよく人き、なんかよくや、頑張ってるなと思って、思っちゃうな。だから別にみんなはなんか恥じる必要なんもないんじゃない？で、ほんとにだって現に俺が迷惑してないんだもん。だっておめえらがなんか何もコメントしなくなっちゃったら別に俺なんか何もできないよ。なんかね、実力ないやつほんとにね、だって認めたくないじゃん、そんなの。で、俺がさ、こんな感じでニコライズのレギュラーやってるのに腹が立ってるやついっぱいあると思うの。なんであいつ荒らしてんだよ。あんなに荒れてんのにみたいな。全部片付けられる。お前らに実力がない。実力、数字という名の実力がないから出れねえんだよ。まず俺のことガチャガチャ言うまい。一番俺がヒートアップしてきたところだよ。止めやがってよ。いやいや、ネルさんに言ってるわけじゃなくて、なんかそういう、だからみんな人気ないんだなって俺は一人で笑ってるよ。あ、だからお前らみんな俺に勝てないんだなって思ってるわ。いやもう結論出てんじゃん。実力に差なんかねえじゃん。おめえらただ、おめえらてめえの実力がねえのを、だからさ、おめえらプライドが高いんだよ、ほんと。てめえらの実力がねえで、一言で片付けんのに、なんか周りの考えせいしてんだよ。視聴者のせいにしてんだよ。なぜかっていうと、自分が実力がないと思いたくないから、俺別に自分に実力がねえと思ってるから、あらせあらせと思ってるよ。山梨たち喧嘩しろ喧嘩しろ、やったおかげで掲示板伸びてると思ってたよ、俺は。全然何もだって、何がいけないかわかんない、マジで。何がいけないかマジでわかんないんだけど。だって、なんでそんなもん、なんか、何を勘違いしてるのかわかんない、みんなが他の。え、みんなはさ、なんかさ、何？神様なの？本当に。だって、インパクトがないとさ、人なんか見に来ないでしょ。インパクトがないと。プライドが高い。だから俺別に、俺言ったことないじゃん。みんなほんともう勘弁してやーって、倖田來未みたいな声出てただろ今。一回も言ったことないじゃん。別に、なんなら、あ、もうありがとうございます。いつも見に来ていただいてと思ってるよ俺。全部俺が、しかもそれで評価されるのは俺なんだからいいじゃん別に。俺が嫌われて、俺別にてか、俺全に生レジに嫌われても関係ねえし、ぶっちゃけ。もうまとめてかかってこいバーと思ってめえろ本当に。全員相手してやるよじゃあ。その場でてめえら俺に負けたらほんと一人ずつ引退しとけや。おめえらまとめて全員かかってこいじゃん。当たり前じゃねえか、なんで俺がそのスタイル負けなきゃいけねえんだ、知らねえバカだね。てめえらがほんとに、
お前ら勝手にやっとけよって、なんかそんでなんかちょっとなんかわーってなって、あー公式出たーっつってなんか喜んで、それやめてけいいじゃん。俺別に公式出れなくなってもやめねえもん。やめてけいいんじゃない。俺が作ったノリなんだから仕方ねえじゃん。これってもう嫌われる運命だ。嫌われる運命だって別に全然、しかも俺若い頃から俺会社で嫌われてたから全然、あ、そうだよね。俺って嫌われるもんなと思うもん、全然。本当にそれに関しては何のダメージもないよ。何のダメージ、いや、だから、でも、勤めて荒らしてとか思わないよ。それわかるでしょ。いや、それはみんなに履き違えてほしくないんだよね。わざと別に、わざと荒らすみたいなの、俺すげえ、そんな薄ら寒いことしたくねえの。だから俺言ったことないじゃん。これ荒らそうぜとかで。別にでも、正直でいて、それで荒れたら、もう俺が、俺の評価になるって、俺が叩かれるんだから別にみんな好き勝手しててねって言って忠実に守られてて、我がネモースチャンネルは反映してきてるじゃん。間違ってねえんだよ。だ他のやつ見てみろよ。軒並み数字下がってんじゃねえかよ。どっち信じんだよって話だよ、本当に今見てるやつは。別に、いいよ、そっち信じてもいいけど、あなたたちは本当、あなたたちに待ってるのはそういう未来ですよって。やれ、てめえらなんかタレントが、おめえタレントになりてえ、なりてえとかね、てめえらがタレントになりてえんじゃねえかよ、結局。俺関係ねえもん、だってそんなの。知らねえよ、バカ。俺がやると出てくんじゃねえ、俺の望に。って思ってます、俺は。心の中では。俺は見下してるよ、ほんとに。ああ、なるほどね、つって。負けたのね、俺の視聴者にって思ってるよ、俺は。